フロートテレビボードのの人気施例のまとめフローートテレビボードでリビングがモデルハウスのようになった例その1フロートテレビボードを設置したリビングは家の顔になりますフロートテレビボードをつけたリビングの完成写真をお客様にいただいていますがコーディネートの仕方でこんなにも印象が変わるのかと感心させられていますフロートテレビボードは建築の構造に関わるためハウスメーカーや工務店の設計担当者様や インテリアコーディネーター様との打ち合わせも欠かせないのでおのずと完成度は高くなるのですがフロートテレビボードの施工例が増えていくとさらに別のお客様がそれを参考にしてコーディネートの技術がステップアップしていることには喜びを感じているところですここでは数々の施工例の中からモデルハウスのようなコーディネートの例を紹介させていただきます事例1フロートテレビボード制作事例アートパネル状にした壁材が印象的 フロートテレビボードを設置する壁にはエコカラットというスタイルが浸透してきていますがこちらではアサヒウッドテックのクールジャパンスクエアタイプという商品が使われています確かにテレビボードが浮くことにより床と壁が一層きれいに見えますからね今回のお客様はその壁材の貼り方そのものに強いこだわりがあったことは写真が送られてくるまでは知りませんでしたこちらでは制作完了までの状態はわかるのですが お客様にお届けしてからどのように設置されたまでは分かりませんので当然といえば当然なのですがつくづくコーディネート技術は奥が深いと感じさせられます。